もフランチェスカです。イタチさんです。イタチさん。何でしょうか。ついにイタチさんが待ち望んできたものが届きましたよ。あれいつだったっけ？忘れた頃に届いたんですよ。あー、注文してから。予約したのが結構半年前ぐらいやって。発売前に欲しいから予約してたんですね。そうなんです。でやっと届きました。ちなみに今はもう人気で手に入りません。そうなん？そうです。転売する？高く売れるかもしれない。これは絶対欲しかったんですよ。何が入ってますか？好きなキャラクターのなんとネンドロイドが入っております。イタチさん初ネンドロイドゲットデビューでございます。ネンドロイドってでも好きなキャラ出たら欲しくないですか？欲しいです。ですよね。欲しいです。でね、そのね、ネンドロイドのね、買ったところから割とメールとかが来て覗くじゃないですか。うん、結構可愛いのが予約発売とかしてたりして、ネンドロイド沼にハマりそうになるんですよ。沼。で、なんかチップとデールがあったけん、見せてみたら予約しちゃったね。そうなんや、忘れとった。チップとデール予約したんよ。さあ、今回届いたのは、ちっちゃ。箱ちっちゃ。ちっちゃいな。もうお色でわかりますよね。こちらでございます。煉獄さんです。はい、出ましょう。で、ちなみに、もう一つ予約してるのが、サビト。鬼滅のサビト。はい、その二人が、イタチさんの推しなんですよ。おお、刀とかまでついてます。おお、かわいい。いや、この場合はかっこいいなんかな。何これ、お弁当もついたん？ほんまじゃうまいってできるよ。すごい。これ開けていいですか？いいですよ。綺麗に開けてくださいね。私が開けるの？任せる。イタチさんよりは綺麗く開けるわ。ですよね。頼みます。箱のまま綺麗に遊んだ後とかは置いときたい派なんですよ。はい。ディ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 ーン。おー。セット内容を説明してください。あ、難しい。なんかいっぱい入ってます。雑やな。だって英語で書いてます。ああ、そうなんや。うん、じゃあ、見た感じで説明すると、本体の煉獄さんのお顔とボディが1つと、カスタムできる顔が2つ。あ、もぐもぐしてる。うまいの顔もありますね。でも、なぜか目は全部こう見開いた煉獄さんの目してますね。うん、いつもの目ですね。あと、刀が2本。鞘に入ってるのと入ってないやつ。あと、炎。炎ついてます。お箸ついてます。お弁当もついてます。で、顔2つと、そんだけか。この黒い何？どれ？これピンらしいです。収縮防止ピン。うん、まあ、組み立てたらわかるんでしょうね。じゃあ、せっかくなので、私、うまいが見たいです。やったことないんですよ。どうやるんですか？やっていいんですか？やってくれますか？初めてなんですよ。イタチさん、ネンドロイドっていうものに触れたことがなくて。そうなの？聞くところによると、チェスカさんはネンドロイドの上級者と聞いてるんですけれども。おっと、ハードルがぐぐんと上がりましたね。上級者ではないけど、まあ、しましょうか。してください。じゃじゃーん。なんか尻尾が見えるんですけど。手が入り込んでます。意外とちっちゃいんやな。そんなもんなんですか？こんなもんやな。体はね、思ったよりもちっちゃいんですよ。結構ついてるから割となお値段する感じですか？種類にもよりますね。なんかね、これね、5000円ぐらいしたんですよ。まあ、送料とか入れてたら6000円ぐらいしたんですけど。そんなもんなんかな。安い方かもしれん。あ、そうなん？まずついてる。フェイスシールドですか？コロナ対策の。あ、そうですね。コロナ対策ですか？してるのかもしれない。やっぱ最後。あ、取れた。後ろ、メッツって書いてるよ。被殺隊の、あれですね。で、大事なやつが、ここにおる。あ、それ大事なやつなの？これ大事です。これは？これ大事ですか？それも大事です。この子は顔変えれるんですか？あ、たまに変えれます。うまいの顔できるんですか？うまいの顔はできます。今は眠いの顔してますね。顔洗ってますけど、さっきなんか食べたんでしょうか？さっきおやつもらってます。ああ、だから顔洗ってるんですね。なんかでもこれ飾るとしたら結局箱に入れて置いとこうとは思うんだけど、これ飾るとしたらどの顔で飾るかっていうのがすごい悩ましいところやな。そうやな。だけん好きな人は何台も買うんですよ。ああ、なるほど。で全部の顔で飾りたいみたいな。はあ、だからあれ1人3体まで買えますみたいだったんかな。まあそれもあるかも。あとは単純に転売号とか足ですね。これ足パーツでした。これ多分足。何かと思う。多分足。それがさっき言ってたやつ。なんか何だったっけ。の透明のやつが伸縮防止ピンって言って、まあ留め具みたいな感じらしいです。だからここを外して他のパーツをつけてするみたい。やっぱフィギュアたるものね、飾りたいじゃないですか。で飾るためには立てるじゃないですか。でもこれは従来の足の裏に穴が開いてるフィギュアと違って穴が開いてないんですよね。そこがねエンドロイドのすごい魅力なんですけど、でこのレンガ音さんは後ろに穴が開いてるタイプみたいなんで、ここね、なんでこの留め具を外して、この台座の後ろのをここに差し込む形でマントついてるから、マントを先に刺して、そうそう、このマントを入らんけどでバキって書いて壊れるんやろ。まん丸じゃないのか。そっかそっか。よく見たらまん丸じゃなくて六角形になってる。あ、だから揃えて入れんかったら入らないやつね。そういうことで、ここもよく見たらまん丸じゃなくて。ジェスカさん。なってた。実は私の持ってるエンドロイド、このタイプいないんですよ。早く組み立ててよって言っております。まだって。で今刺したんで固定ができました。これでこの台座の上で支えれるので、煉獄さんがいろんなポーズをしてもこう対応することができるっていう感じです。まあ、ここの動きはね、なんかいろいろ好きなように動かせれるんで、あー、好きな角度にできるってやつね。そうそう、だからそこは遊びながら調整しながらやっていったらいいと思います。ということで、とりあえず組み立てができました。ケンケンパみたいになってるな。こんな感じです。美味しい顔に変えてください。美味しい顔しましょう。顔パーツ。これだけ見るとちょっとなんかあれですね。怖いですね。マネキン的な。美味しい顔に必要なのはやっぱりお弁当とお箸。お箸。まず顔変えます。顔変えますって簡単に言うな。顔変えます。おい、こんなんなったんや。そう、顔パーツを。なんか粘土ロイド初めてなんですよね。カスタムできます。で腕取ります。はい、腕もぎます。こんな感じで。粘土ロイドよく見るけど、実際に遊ぶというか組み立てたりするのを見るのは初めてです。あ、でもすごいな、リアルやな。はい、腕がつきました。すごい。うまい。うまいや。うまい。うまいや。うん、かわいい。うまいの顔ですね。うまいの顔です。なんか横に顔映っとうけど。シュッでですね、このタイプは、もうここつけっぱで、ここでなんか固定をするっていう形にしといた方が良さそうですね。これをいちいち抜くんじゃなくて、間接的な使い方、すればいいかもしれないですね。モモの顔はこっちかな。どっちがいいですか？選べるんですか？好きにできますよ。なんならうまいのまま炎もできるよ。それにしようか。そういうのができるのがただのやばいやつじゃない。うまいの顔して。うまいの顔しながら。今回足もカスタムするので全部バラします。で、さっきのダンゴムシって言われたやつが足の太ももパーツだったので、関節のところを外して、はい、踏み込みの足。で、刀を持っているポーズなので、刀が握れる形の丸くなっているお手々を両腕につけていきます。あ、足取れた。足取れたって。腕パーツはこれじゃないか。握手しない。これじゃないか。どれなの。迷っております。そしてそこら辺にも腕が並べられとるっていうな。どれなの。顔トレかけてます。恥ずかしかった。煉獄さんの剣から炎が出るという設定で、よいしょ。はい、できました。おー、なんか釜みたいやな。そう、釜みたい。振り下ろしてる感。おー、すごい。で、この髪の毛も稼働します。こう躍動感。あー、ほらーって切ってる感じ。でも顔はうまい。じゃあ私の粘土ロイドも登場します。ピピピーン。あらー、エリオです。私の一押し。電波なんとかってやつですね。そう、電波なんと青春男のエリオ。青春ポイント5って何？これはすごいお気に入りで、引っ越す前とかね、天国さんのパーツが普通にドーンってのけられてる端の方に。じゃん、いっぱい入ってます。これいつぐらい買ったんですか？古いよこれ。めっちゃ綺麗に置いてますね。そう、何回も遊んだけどちゃんとパーツ入れてるんでね。これも予約販売ですか？いや、これ普通に店頭で買った。へえ。ちなみに机にコーヒーがいっぱいこぼれてます。バレた？バレました。このエリオのタイプはこれなんですよ。おお。この丸いの磁石です。で、エリオにはこう何一つ、こうやん、何一つ穴が開いてないんです。ボディに。わかりますか？ほら、なぜかというと、ここが磁石。へえ、すごいな。すごいでしょ。ヘイ彼女、俺と炎狩りしない？炎狩りってなんなん？ほらほらほら、ヘイ彼女。変態がおる。なんか食いよる。ゴーホテル。最低。プリーズマネー。最低。バイバーイ。おお、それ何食べよう？ピザ。可愛いな。ちなみに食べてる時の顔はね、これです。口開いてます。確かにあんまりこの今の顔はあんまりこう美味しくなさそうな顔してるもんな。あ、大体でも大きさって一緒なんやな。大概一緒です。だけん顔変えれるんですよね。ああ、そっか。そういうことですよ。それがね、エンドロイドのいいところです。ああ、じゃあ煉獄の顔でエリオの髪型とか可能ということ。そういうことだと思います。めっちゃシュールやな。なんかやばいな。どうですか？エリオの顔に煉獄さんのお顔をつけてみました。なんか演出者みたいなんかでもどっかで見たことある顔になった。ヌーベイじゃないちょっと思っただよな。似とるよな。手が鬼になった時のヌーベイの顔よな。そう、雪目とヌーベイの子供に似てる。煉獄さんのボディにエリオの顔をつけてみました。弱そうめっちゃクールじゃない？クール。こんな美少年おりそうやけどあんま強そうじゃなさそうじゃない涼しい顔して。横のピザ食ってるやつやばいってすごいよ。どうですか？ああ、こういう遊び方もあるんですね。こういうことができる。こういうキャラなんかおりそうよな。おりそうよな。頭皮は引っ掛けるだけですね。横のやつやばいって何回でも言う。結構やばいって